今回の主役は核翼。9月15日のエラッタで、772から85に工場刻印になりました。計略の縮み値制圧戦法は、式4で、武力プラス3制圧プラス2が永続。撤退させないことを前提とした計略なので、刻印持ちは、他の槍兵より、デメリットになりにくいです。2コスト槍の永続計略といえば、フルの5弦が積算で武力プラス3制圧プラス3と。計略性能ではあちらが優位ですが、核翼の場合、元制圧2の制圧小気持ちなので、制圧5になります。永続制圧5なので、聖戦の号令の荘園との相性が良さげですね。ただし、欠点としては、その効果時間の長さゆえに、効果中には、縮み値として使えないので、カウンターでとっさに撃つ使い方には、やや不向きです。私は必要ですか。勝ちの目もある。倒れろ。なんじゃこりゃ。倒れろ。倒れろ。倒れろ。僕は力を蓄えていた。はい、私は必要ですか。この地より速やかに去れ。ゴンゴ、どうだ？てめえ、俺の銭を。死んではいけないよ。雲なく雲なくね。倒れろ。前進。今参ります。やってやるぞ。決戦に挑むのです。俺様の誘導に従いな。
特技校長の追加を実感できた試合でした。勝ちの目もある。
すぎるんだよ。一番槍は超春雷がいただく。死んではいけないよ。伊達ではないぞ。てめえの命は安すぎるんだよ。私が必要ですか。
す。旅は道連れだってね。やってやるぜ。ご視聴ありがとうございました。